はい、どうも皆さんこんにちは、ピヨン25です。ということで、本日は、デレスの方ねやっていこうかなと思っております。はい、ということで早速やっていきましょう。で今回何にしていくのかと言いますとですね、新しいコミュ読んでいきましょうあの、まあ私が楽しい企画ということで、あのお付き合いの方よろしくお願いしますということで、やっていきたいと思ってますけれども先日ですね、あのパレットのコミュの方がですね無事読み終えることができまして、まあ、一段落ついたんですけれども、まあちょっとねやっぱり今でもちょっとやっぱデレステでやることがないと。正直私のさ、あれですよ、あのライブとか見ても面白くないと思うんでコミュ見せた方がね多分面白いと思いますよね。ということで早速ね、どのコミュを読んでいくのかちょっとね発表していきたいと思います。では早速コミュ画面の方いきましょう。はい、ということで今回読んでいただくのがですね、ギュッとミルキーウェイでございます。はい、まああのドリームアウェイの、まあ、ユニットで行われたイベントでございますけれども、私は一応ドリームアウェイの、ね、担当2人いるんですけども、まあ、そのドリームアウェイ担当かって言われると微妙なラインなんですけども、一応前佐久間真由、北日向子さんっていうのは2人でもね、担当ということで読んでいくと思っております。ちょっと前にですね、その視聴者さんにあの おすすめしていただいたコミュがあるって言ったと思うんですけど、あれがですね贈り物サンデーなんですよ。ただですね、あの私どっち読もうかなって考えたんですけど、すいません、あのちょっと今回はギュッとミルキーウェイにさせてください。あの一旦ちょっと担当をやっちゃおうかなと。そしたらあの次赤リンゴじゃねえかっていうかもしれないけど、ちょっとごめんね、赤リンゴはまだちょっとわかんないんだよね。ちょっとなんとも言えないんですけど、あのなのでとりあえず今回はギュッとミルキーウェイやっていきたいかなと思っております。はい、ということでも予告は先ほど読んできました。ということで、オープニングの方ね開放して読んでいくんだけれども、ちょっとこのミルキーウェイのコミュに関しては少し制限をつけようかなと思っております。どういう制限かと思えね、コミュに読むのに制限もクソもねえだろ思わないかもしれないですけど、あの多分マユが出てくるコミュなので、絶対どこかでマユ好きと叫ぶんですよ私は。ただそれをやってしまってはやはりこうなんて言うんですけどね、こうあのまあ一応私はお話自慢のデレステ実況者ということで、デレステ実況会の話術、実況デレステ実況界屈指の話術の持ち主として、まあ、あの自称していますけど、やはりこうそれをやってはいけないと、眉好きだけで片付けてはダメだということで、まあ、一本のコミュに対して眉好きと言えるのをとりあえずは3回っていうその設定をねしてしたいいきたいかなと思っております。もちろん1回も言わないのが理想ではあるんですけれども、3回っていうのにちょっととりあえず一旦は、設けていきましょう。エンディングの頃にはもう一回も言わないっていうそのあれもね設けたいと思ってますけれども、では早速ちょっとねオープニング方入っていきましょう。カリードね使っていきます。さあ開放ということで、市場開放、オープニング開放しました。では早速ねやっていきたいと思います。いきましょう。今回もねオートで進めていこうかなと思っております。はい、と大切な人からの言葉、うん、それを受け止めるたびに胸が高鳴ります。はいはい、思わず駆け足になりそうなくらいけれども、思いは胸に秘めて。これは日常会話ですか、前は変わらない足取りのままであなたの元へと向かいますから。あ、まーゆちゃんおはようございます。春菜さんですね、となーちゃんもいますね。おはようございます。二人ともなんだかご機嫌ですね。これはまゆさん、こんにちは。はーちゃんがお世話になって以来のこんにちはですね。いや、まゆとな、お察しの通り、なぎはただいまウキウキのウキです。ウキウキのウキ。これから春菜さん、これなんかさ、いいメガネをお持ちしてくださると。あれのそのなんていうの、そのないあの中心のさ、なるほど、お話の内容の中心がさ、なあちゃんになりそうで怖いわ肌寒い季節になってきましたからね。まゆちゃんもどうですか。なあってなかなかこう曇っていきませんか。絡みちょっと予想できないですよねすみません、これから用事があるのでまた今度お願いしますね。仕方ありませんね。ではまたいつの日か曇ってもらいましょうなんかやっぱさすがなあちゃんといった感じなんですけど、届いたメッセージはきっと素敵な世界への招待状
これ2人ともさ、日常こんな感じだな。プリンセスひなの旅が始まります。マユは結構普通なのは知ってますよ。私あのマユのコミュも何個か読んでるので、あの普通の一般コミュね。一般コミュって言わないけど、ムフフフ。お、ヨシノンじゃないですか。なみなみならぬ気を感じれば、なみなみならぬ気を感じればっつって、はい、そなたでしたか、ひなこさん。ヨシノちゃん、ムフ、わかります。実はこれからプロデューサーさんと約束があるんです。ひなこに大事なお話があるらしくて。曲でしょうね。でもこれがあのミルキーウェイの仕事の。もう、もうワクワクしすぎて約束の時間よりずっと前に来ちゃって、ね、3時間ぐらいは行ってそうですよね。ひなこさんなんか3時間ぐらい前にずっと妄想してそう。長らく過ごしていたようですが、約束の時間とはいつなのでして。ああ、いつなんでしょうね。確か、あれ、もうこんな時間。あれ、すみません、ヨシノちゃん、ひなこはもう行かなきゃです。言い回しが全部こう物語にチクですよね、ひなこさんで。では、よく知らせがあるよ。私も祈っております。いいですね、ヨシノンとひなこさんもなかなか絡み見ないので。つかひなこさんって結構そのあまり人と絡んでるところ見たことないんで、新鮮ですね。失礼します、遅くなっちゃいました。あ、ひなこちゃん大丈夫、時間ぴったりですよ。あーすごい。逆にじゃあマユは時間で言うのはそうだよね、まあ、10分前頃とかしてるんですかね。プロデューサーさんに呼ばれたんですよね。ええ、今資料を持ってきてくれるって。次のお仕事の話でしょうか。この2人の絡みって実際どうなんですか。夢が膨らみますね。プロデューサーさんのことだから、もしかして、もしかして、もしかして、ひなこちゃんは心当たりが。うふふ、うふふ、すごいな。ひなこちゃん、一体何を妄想しているんですか。あの眉でさえ、あの眉でさえ、お待たせ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 だぞ、つって。お待たせみんな。来ました、 PO25 お待たせです。プロデューサーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。それで大事なお話って、どんな運命がひなこたちを待ち受けているんでしょうか。そうです、全部ひなこさん言い回しがさ物語チックなんだよね。ユニットの新曲をリリースするよ。いいじゃない。えいいと、新曲です。マユたちのですか。ゲットメルキーウェイという、はい、そうです。嬉しい、よかったですね。いやー、この笑顔いいですね。2人にユニットのドリームアウェイの、ユニットドリームアウェイについて新曲について知りました。ひなことまゆさんのドリームアウェイ、その新曲なんて夢いっぱいな曲になりそうですね。そうね。ドキドキしますですね。楽しみです。はぁ、イベントも開いてたくさん宣伝するんですね。もちろん担当アイドルですから、ね、プロデューサーさんの期待に応えられるよう精一杯頑張ります。頑張って。それともう一つ、何でしょうね。ここ私知らないですよ、はい、何でしょうか。今回の新曲を通してユニットとしての2人の魅力をより強くファンに印象付けたと思っています。そのために何ができるかをこのお仕事を通して考えてみてほしいですと。2人ならそれができるから、マユたち2人の続かなかった。プロデューサーさんに教わるんじゃなくて自分たちで。そうですね、そういうこと。そうですか。2人の魅力面白そうですね。ひなこたちの頑張りを見ていてください、プロデューサーさん。ユニットとしての魅力、ひなこちゃんは何かアイディアはありますか。いえ、まだ何にも。
でもきっとなんとかなりますよ。結構マユって何でもこう卒なくこなすイメージあったんですけど、やっぱりこういうところでやっぱ悩んだりもするんですね。わかりました。意外でしたね。ひなこちゃんはやる気いっぱいですね。ひなこさんも、ひなこさん全然悩むイメージないですよね。冒険に試練はつきものですし、そう、ね、乗り越えた先には、意外とひなこさんってそういうところではなんていうんでしょう、宝物が待っているいろんなことにチャレンジしていくタイプなんでしょうね。一人で先行っちゃった。自分たちの力でですか。プロデューサーさんがつきっきりじゃないのは寂しいですけど。そうね。信じて任せてくれるなら、まゆもちゃんと答えなきゃ。あ、ありがとうございました。そうね、まあまゆ好きが初手から出ることはなかったんですけれども、でないでしょ、やっぱりこうパレットに比べるとやはりこう。ゆったりした感じがしますね。この他のメンバーたち見てもさ、ゆったりしてたからさ。上条春菜さんはともかくさ、ミョシノンとさ、ナーちゃんだったからさ。比較的こうゆったり感が強かったなという印象のコミュでございました。ということで、とりあえずギュッとミルキーウェイオープニングの方でございました。まだそんなにこうなんて言うんでしょうね、こうツッコミどころがあるというか。あのパレットがさ、ちょっと若干さ。ね、だって料理番組の最中に置いてあるものを食べちゃう子たちがいるわけですから、ちょっとあれがなかなかちょっと強烈ではあったんですけれども、これといってもですね、やっぱりこうキャラ的には強いので、ちょっとね、これから楽しみにしていこうかなと思っております。ということでありがとうございました。バイバイ。